ないです実は頭がへこんでます。それは異性ですか？難しい。秘密です。てっ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 てて、よいしょ。やっほー、皆さんこんにちは、小原このみです。はい、今回の小原の部屋では、YouTube でよくあると思うんですけど、100個の質問に答えていきたいと思います。はい、私のことを知ってくださっている方は、あ、知ってるかもっていうお答えがあるかもしれないし、そもそも私のこと全然知らないって方たくさんいると思うので、なんかこれを機会に知っていただけたら嬉しいなと思いますということでやっていきたいと思います。はい、では始めていきたいと思います。はい、1問目、お名前お願いします。小原好美です。名前の由来は何ですか？父と母から1文字ずつ字をいただいてます。父から、好きという字、母から美しいという字をいただいて好みになりました。誕生日は6月28日です。血液型 B 型です。身長は159センチです。ご自身の性格を一言でお願いします。マイペース。出身は神奈川県です。地元の好きなところはどこですか？自然が豊かなところです。あだ名はありますか？ココちゃん。得意料理はありますか？ないです。転生するなら何になりたいですか？転生、あ、母になってみたいです。犬派、猫派？猫派です。生まれ変わるなら？猫です。声優やっていなかったら？やってなかったら無印良品のスタッフか、あとはでもものづくりが好きなので、まあ、お芝居とかハンドメイドとか何かしらのこう職種にはものづくりの職業についてたかなと思います。得意なキャラクターはいますか？知ってる方多いでしょう。アホな子が多いかなと思います。使用で使ってる iPhone の機種と色を教えてください。機種、これがそうなんですけど iPhone 13 Pro かなで、色は白で、ただケース今バッて出したんですけど、私は10個ぐらいケースを持っててその日の気分で変えてるのでいつも違います。はい、ホーム画面を見せてください。あ、ホーム画面はこんな感じです。猫さんです。カラオケ18番を教えてください。カラオケ、エブリリトルシングさんの、でもまた明日とかすごい好きです。はい、オフは何をしていることが多いですか？ゴロゴロしているか、でも出かけたくなったら最近は喫茶店巡りが好きです。最近見た映画はありますか？最近見た映画はカモメ食堂を見ました。最近ハマってる歌ありますか？歌、でも最近イベントで歌った翼をあげたいという曲は先月めちゃめちゃ歌っていたので普段も口ずさんでいることがあります。好きな色は？透明です。声優を目指した年齢はいくつですか？22か、はい、2ですね。世に出るきっかけとなったアニメは何ですか？半田くんっていうアニメが一番最初なんですけど、でもオーディションに受かって初めてこうみんなに知ってもらえたのは月が綺麗という作品ですかね。今まで演じた中で一番好きなキャラクターはどの子ですか？あえて好きな子っていうのは決めていないんですけど、自分の土台になっているのは一番最初にの頃に演じた、月が綺麗の水野あかねちゃんと、あとは魔法陣ぐるぐるのくくりちゃんです。好きな季節？季節、最近は春が好きです。一日の中で好きな時間帯は？夜中ですね。朝起きて一番最初にすることは？猫たちにご飯をあげます。好きなテレビ番組はありますか？音のソノリティを見るのが好きです。
来てほしいゲストは、誰だろう。あ、でも、いっぱいいるんですけど、小川葵ちゃんかな。はい。自分の好きな体のパーツありますか。まつげか足首足分かんない。実は丸々を教えてください。あ、実は頭がへこんでます。兄弟はいますか。います。10個下に弟がいます。最近夢を見ましたか。あ、なんか最近悪い夢ばっかり見ます。朝方夜方。夜方です。苦手なことは何ですか。その場でアドリブを求められること。好きな食べ物。お肉。嫌いな食べ物。貝類がダメです。今欲しいものはありますか。イサム野口さんの、照明が欲しいです。好きな香りは。香り、ラベンダーかな。最近あった嬉しいこと。最近あった嬉しいことは、先月のイベントが無事に行えたことです。行ってみたい国はありますか。たくさんあるけど、韓国とカナダのプリンスエドワード島に行ってみたいです。街中で声バレしたことはありますか。あります。どんな人に弱いですか。それは異性ですか。異性で。異性で。可愛い人、よく笑う人かな。はい。何フェチですか。横顔と指フェチかな。はい。東京タワー派、スカイツリー派。難しい。絵になるのは東京タワーなんですが、行くのはスカイツリーの方が多い。どっちだろう。東京タワーで。運転免許はありますか。持ってないです。 YouTube でこれやってみたいっていう企画は。ロケがしたいです。癒される瞬間はどんな時ですか。猫吸いをしてる時です。50問目半分です。藤原ちかちゃん風に感想一言お願いします。何もないのに。あと50問頑張りますよ。無人島に一つだけ持っていくとしたら、なんだろう。持っていくなら、連れていくならじゃなくて、持っていくなら、わかんないな。ナイフ？海派、山派、川派。最近は入らないけど海派になりました。キャラクターを演じる上で大事にしていること。キャラクターじゃなくて一人の人間だと思うようにすること。会ってみたい人はいますか。会ってみたい人いっぱいいますね。今パッて浮かんだのは満島ひかるさんとかお会いしてみたいです。得意なスポーツはありますか。バドミントンかな。得意かわかんないけど、はい。YouTube を開設して反響はありました。いろんな人に YouTuber ですねって言われるようになりました。好きな飲み物を教えてください。牛乳です。冬といえば。冬といえば鍋、おでん、食べ物。はい。初対面の人と話すときに気をつけてることはありますか。楽しかったって思ってほしいなって思うのと、ちゃんと目を見て話すことですかね。最近奮発した買い物はありますか。奮発、コート。好きな漫画はありますか。好きな漫画、たくさんありますが、パラダイスキスが好きです。透明人間になったら何しましょうね。秘密です。座右の銘はありますか。緊張しても死なない。初恋は何歳の時ですか。保育園の時、5歳の時ですかね。ケンタ君って子でした。現金派、キャッシュレス派。キャッシュレスが多いですかね。尊敬している人いますか。母です。出かける時に必ず持っていくものはありますか。
しようと思ってお薬とか持ち歩くようにしてます。ご飯派パン派？ご飯。言われて嬉しかったことはありますか？なんだろう何言われても嬉しいけど、普通に好きですって言われたら嬉しいですね。 YouTube では何を見ますか？いろんな方のインテリアの動画とか、あとはガチャガチャの開封動画とか見るの好きです。今までで一番好きなアニメはありますか？赤毛のアンが好きです。地球最後の日何をしますか？猫たちを連れて実家に帰って家族で過ごします。自分の直したいところはありますか？たくさんありすぎて言い切れません。10年前の自分に声をかけるならもっとあがいて苦しみなさいって言います。最近泣いたことはありますか？あります。付き合いたいと思うキャラクターは？あ、ハウル。アクセサリーはシルバー派ゴールド派？最近はシルバーです。今ハマっているものやことはありますか？ハマっている、最近はバスボムとかのラッシュが好きです。声優を目指している人にアドバイスはありますか？キラキラしたお仕事に見えるかもしれませんが、大変なこといっぱいあるので覚悟は必要ですよ。キュンとくるセリフをください。すごく嫌なやつだ。キュンとするセリフ。いつもありがとうございます。大好きです。好きな天気は？天気は晴れです。ついついこだわってしまうものやことは？こだわる、なんだろう、こだわる。ブラインドの紐が曲がってないか直したくなります。カメラを始めようと思ったきっかけはありますか？過去に戻ることはできないので、その時の楽しい瞬間を残したいって思ったのが小学校低学年ぐらいからだったのがきっかけですかね。これは演じるのが難しかったっていうシーンはありますか？面白いことをアドリブで求められるとき。自分の声について思うことはありますか？変な声だなって思ってます。宝くじが当たったら何に使いますか？お金に厳しい、まず母に相談します。最近の悩みを教えてください。最近の悩み、お芝居がもっと上手くなりたくて悩んでます。この人はすごいと思った声優さんはいますか？お会いしたことはないんですが、北原文枝さんという方が私はすごく素敵な役者さんだなと思ってます。自分の好きなところはどこですか？好きなところ、はい、好きなところ、性格でも何でもいいです。人見知りはあまりしないところですかね。はい。緊張している時に必ずすることはありますか？裏で人がいない時におえって言います。声の出し分けの練習の方法はありますか？家でひたすらその声を出し続けることですかね。大事な収録の前日にすることはありますか？喉を乾燥させずに寝ること。収録当日に声が出なくなったことはありますか？ないです。この時期の喉のケアの方法を何かあれば教えてください。プロポリススプレーを必ず持参します。ギターはどのくらいの頻度で練習しますか？全然できていないですね。頑張ります。サウナ派岩盤浴派？サウナ派かな。おすすめののど飴はありますか？龍角散ののど飴ですかね。収録前のルーティーンはありますか？左右を必ず持って挑みます。これは職業病だなって思ったことはありますか？特に悲しい出来事とかがあったりとかした時に、これはいつかお芝居でできるかもって客観的にこう見てしまっている自分がいること。お疲れ様です。100問目です。最後に一言お願いします。拙い質問コーナーですいません。ありがとうございました。はい、じゃあちょっと気になったところで、
実は丸々で頭がへこんでるっていうのはどういうことですか？ここなんですけど、多分1歳か2歳の時、公園で遊んでいた時にカラスにつつかれていたらしくて、で、それかわかんないですけど、母から面白いからそういうことにしましょうって言われて、未だに信じてます。だからちょっとアホになっちゃったんだねって言われてます。はい、触っていいですか？どうぞ。これですか？うん。へこんでる。へこんでます。あと緊張するときに応援っていうのも。別に 出たりはしないんですけど、私何をするにしても緊張しちゃうんです。このお仕事もそうだし、アフレコもそうだし、オーディションとかでも緊張しちゃうので、だから人がいないところ、一人きりになった時にうえとかって言うと、なんかなんだろうな、あ、緊張してるんだなって、なんか自分で自覚できるというか。で、どこかの質問で答えたんですけど、緊張しても死なないって答えた項目があったんですけど、それは母に言われた言葉で、どんなに緊張しても死んだりはしないから、思いっきりやっちゃいなさいって、お芝居しなさいって言われているから、それも思い出して、なんか基本的に挑んでます。なんかそのお母さんっていう言葉が結構出てきたと思うんですけど、はい、具体的に尊敬してるところとか好きなところってどこですか？私がどんな仕事をしていても応援してくれているんですけど、一番現実的というか、私がちょっとなんか別に怠けてはないけど、なんかちょっと落ち込んだりとか、なんか例えば嬉しくてはしゃいでる時に結構カツを入れてくれたりとかするところが、周りの人ではいないので、母だけなので、そうやってある意味叱ってくれる人は、でもちゃんとなんか成し遂げた後は褒めてくれるというか、すごい良かったよって言ってくれるから、なんかどっか心の支えになってるのと、母が言ってた言葉で間違ってたことって私の中では今までないので、だから真っ先に母は浮かびました。ありがとうございます。はい、無茶ぶりが嫌いっていうのに対して、多分無茶ぶり何個か全然大丈夫ですよ。楽しかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、100個の質問無事終えました。たくさんあったので、なんて答えたかなって今全部思い出せなくて、大丈夫だったかな、こんなやつですこれからもよろしくお願いいたします。ということで、今回のコーナーは以上となります。また遊びに来てください。気をつけて帰ってね。バイバイ。